アーサセフトロー副総理兼財務総は、韓国最高裁から元徴用工への賠償判決を受けた日本企業の資産が差し押さえられれば、韓国に対応措置を取ることを、今日明らかにした。ロイター通信によると、麻生副総理はこの日の定例会見で、この事案に関する質問を受け韓国の資産差し押さえは、国際法に違反したものだというのは明確だ。日本の資産が没収されたなら、 対応措置を取るしかないため、そのようなことは避けなければならないと語った。続けてもしこのようなことが起これば、韓国に相応の措置を取るしかないと強調した。